長旅から帰ってみたらこの有様か、ナルト。綱手のばあちゃん。五代目の綱手様だ。へっ。何？ガキの頃何度も怒られてよ。切れるとすげえ怖えんだってばさ。あんた何したのよ。五代目、いつ戻られたんですか？そんなことはいい。木の葉の忍びが襲われたと聞いたが。ああ、今日の夜明け前、門番の中人が襲撃にあった。当然調査は進んでいるんだろうな。どういうことだ？そのことなんだけど、これが現場に。襲われた中人のか？いや、確認してほしくて木の葉丸にも同席してもらったんだ。これは三月のものです。三月の襲撃事件と関係が？やはりそうか。今朝から誰も姿を見ていないんだ。ボルトたちも同じことを。目的は三月か。可能性は高いな。三月の立場上、狙ってくる奴がいても不思議じゃない。三月？そいつは誰だ？そうか、綱手のばあちゃんにはまだ話せてなかったな。調査の用意が整いました。その説明は後でさせてください。これから医務室に向かいます。今から伊野の術で襲撃にあった中人の記憶を調査する。今回は事件の重要性を考えて相談役の二人にも来ていただいた。判断の参考として助言をお願いします。わしらをわざわざ呼ぶとはな。何事じゃ。それじゃ、いいの、頼んだよ。はい。これで三月を連れ去ったやつが分かんのか。怪我の状態を考えるとあまり続けるのは危険ね。覗けるのは意識をなくす直前が限界ってとこかしら。ああ、それでいい。何があったのかはっきりするはずだ。見つけた。事件の映像が見えるわ。さっさと行こうよ。月の落ちる方向に逃げて、記憶はそこで途切れたわ。その話間違いないか？ええ、あの子は連れ去られたんじゃない。自分の意志で。誰かが変化の術で三月を装った可能性は考えられるけど、何のために？三月の行方が分からなくなってる以上、まずは本人であると考えるべきだよ。こいつはめんどくせえことになってきやがったな。なんだよそれ。何かの間違いだってばさ。その三月とかいう忍び、襲撃犯とつながっていた以上見過ごすわけにはいかないぞ。まあ、分かってる。ちょっと待ってください。まだこの段階で三月が裏切ったと断定するのは早すぎませんか？あいつは理由もなくそんなことをするやつじゃありません。まずは向こうの関係者に連絡を。確かあいつの里は音隠れでしたよね。音隠れだと？向こうには監視を通じてすぐに連絡を取る手はずだ。それは事件の前からすでに監視をつけていたということですか？ナルト、お前何を隠している？どういうことですか、七代目？木の葉丸、三月はオロチュマルの息子なんだ。どういうつもりだ、ナルト。オロチュマルがかつて木の葉にどれほどの被害を与えたか、お前もその目で見ていたはずだ。ああ、忘れるわけないってばよ。だが三月のことは一人の忍びとして受け入れたんだ。しかしそれに
このタイミングでオロチマルが動く理由がないってばよ。奴の動く理由などこちらに理解できるものか。ですがオロチマルの研究所のデータはいずれ大筒木の奴らと戦うとき人界全てにとって重要になるはずです。ナルトはそのことを考えて。ではミツキをどうする。このまま放っておくつもりか。